というわけで、はい、年を取りましたねと。取った。取りました。年を取った ね, ね。年はね、取るもんだよ。うん、ね。今年らしいさ。二分の一成人式をしてから2倍と1年。ああ、俺しなかったんだよね。うん、あ、しなかったんだ。国語の教科書に載ってんだ見たけど。あ、逆に教科書に載ってたんだ。そう、教科書にね、二分の一成人式の話書いてあった。小学校4年生かな。へえ。時期にやった。あの時僕は将来の夢、まあ、みんな書かされたんですけど、僕はね、どっかの会社の秘書とコンビニの店長って書きました。秘書と店長を兼任するってこと。いや、どっちか、どっちかって意味ね。どっちかか、なるほど、ね。今思うと夢のない小学生。昼はコンビニの店長。夜は怪しい会社の秘書。ちょっと怪しい感じになるけども。あ、うん、すいません、アフターフェーダーで出してなかったのでもう一回。ん、関係ない。録音は出てるよ。録音出てるんで。うん、関係ないよ。はい。まあそんなこともあって。うん。ちっちゃい頃の夢って皆さん何でした？何だったんだろう。私卒アル、小学校の卒業アルバムに、うん、なんか第3位まで夢を書かされたんだけど、第3をアナウンサーにして、2を宇宙飛行士にして、1を小説家にしてた。お夢があるな。夢があるな。そう、夢があった。へ、何書いたか。それが中2くらいで急に図書館の司書になるようになったから、突然の現実に、現実のせいに。そうそう、中1くらいは小説家って言ってたけど、中2くらいでも司書って言ってて。なるほど。逆にそんな司書になるきっかけみたいなのあったの？うん、なんだろう、あの、そこまでの転換があったわけだからさ、劇的な何か出来事が。もともと本は好きなんだけど、それとは関係なく、結構あの入った中高の私立の学校がめっちゃこう図書館をいろんな場面でこう活用するのに力入れてて、こう学校のど真ん中に図書館があるし、そう、2年生とかは図書館通んないと教室にたどり着かないみたいな、へ、結構そういう工夫が入ってる学校で、へ、 それで結構なんか働いてる先生見ていいなと思い始めたのがきっかけで。なるほどね。そんな感じなんですね。マツコ将来の夢、忘れるぐらい年を取りました。わかる、それ俺言おうとしてた。それ俺言おうとしてた。っていうことで僕は忘れました。あー、そっか。そっか。そう、まあね、確かに幼稚園の卒業アルバム、卒園アルバムの将来の夢は、へ、そんなの書いたっけって思った覚えがある。で、それ何だったかも忘れた。何だったんだろう。何だったんだろう。帰ったら、あの頃何を考えてたのかすらもう覚えてない。まあそんなちっちゃい頃を振り返っている。実家帰ったら掘り返してみようか。うん、卒アルには多分書いてるんじゃない？文集かな。はい、文集の方のなんかプロフィールページみたいな、多分書いてあったと思う。そんなちょっと探してみたいですね、うん、そんなほろ苦いお話をしているこれはですね、はい、THK ラジオ学類第183回の放送後期ラジオ学類控室でございますよ。ここまでが前振り、はい、まだ自己紹介もしてないです。はい、ですね、はい、というわけでここからのお相手は、ここからつかもさっきからだけど、はい、今回パーソナリティをしました THK3 年ラジオ学類長の小林亮也と、今回パーソナリティでした THK3 年の岩津と、今回構成を務めました THK3 年の脇田と、今回技術を務めました THK2 年の小野町子です。す、はい、はい、よろしくお願いします。 AD さんもいませんのでね、はい、今回はラジオ制作局、うん、ラジオ制作局の4人ですね。はい、はい、まあ、必要最小限の人数でお送りしております。4人でも収録はできます。できます。うん、そう、安心してください、撮ってますよ。はい。そうで、第183回、放送日が10月11日、10月11日、はい、うん、なるほどですね。10月が真ん中に来たと。はあ、月、まあそうだね、その10月で真ん中に来たということで、はあ、うん、もう早いもんですね。早いね。授業調子どうですか、始まったわけだけど。まあまだあの現段階ではまだ2日しかね、ね、受けてないので、まあこれじゃあもう収録日分かっちゃうんですけど、はい、うん、まあ再履修の授業もあったりして、はい、うん、まあ、後輩に煽られつつ、ね、この楽器は頑張ろうという思いを固めておりますよ。はい、僕ね、10月の、まあ、授業開始日木曜日だったんだけど、うん、木曜日だけ一限からなんですよ。へー、唯一か。そう、だからその月曜日からとかだったらちょっと楽だったのに、うん、よりにもやって木曜からか、うん、さらにもっと調べると、うん、これあの冬休み終わり1月の7日、うん、木曜日なんですよ。あ、 あら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 、
これやだなと思いながら。でもあれじゃない、一回木曜日さ、今月途中で月曜振り返りの日あるよね。うん、それすごいお得に感じる人なんだよね。お得には感じるかもしれない。そうか。でも月曜日月曜日で4個も入ってるから、あ、どっちもどっちか、どっこいどっこいかなって感じです。なるほど、はい、まあ、そんな10月の僕たちの企画は、はい、地元トークとシティチケのノートフレッシュマンセミナーです、ね、ノートって大事ですね。はい、はい、まあ、まあ地元トークと、地元トークです。振り返っていきましょうかと。はい、暑かったですね。ねえ、暑かった。まあほんまで給食の話盛り上がったんだけど、盛り上がったね、うん、あとなんかもっとねいっぱいあったんだよね、話したい話ね、いろいろネタとしてはね、うん、そう、僕が住んでる番、住んでたか、うん、坂東市の田舎感を分かってもらうためにちょっと調べてきたんですけど、はいはいはい、坂東市には電車が通ってないんですよと。マジで、はあ、通ってないんです。そんなものが、そんな地域が日本にあるの？あるんです、あるんですよ。でもすごい少なくて、あの孤島とかをの、ね、ちっちゃい島とかを除けば、あ、全、日本全国でも6つしかないんだって。逆にそんなもんなんだ、坂東、電車が通ってないし、うん、武蔵村山、うん、あ、岐阜県山形市、うん、あ、これ山形って読むんですよ、うん、山に県で、山に県で、はい、山形市、兵庫県獅子栗でいいのかな、獅子阿波だな、うん、市、高知県土佐市、あ、土佐も通ってないんだ、土佐市は通ってないんだ。武蔵村山住んでましたけどね。あ、そうなんだ、そうなんだ、住んでました、うん、通ってなかったと、まあ、移動が全部モノレールだったので確かに電車は使ってない。ああ、モノレールだ。そういうことか。そうか、モノレールはあるんだ、はい、逆に。すげえな。なるほどね。なるほど。そう。っていう、つくばより陸のことを。バンドにはモノレールない。バンドにない。ない。新幹線とかも。ない。ないか、ないか。残念ですね。いや、だから僕からすれば、そんなところから来た僕からすれば、最初つくばは都会でしたからね。あ、まあ電車が通ってると。電車エクスプレスだと。電車通ってるし、ビルがあるっつって。なるほど。確かに高い。ビルなんてない。近代的だ。そう。思った。そしたらみんな田舎言うからなんだと思うと思って都会田舎ってよく言われるね。ああ、そっかそっか、中間ぐらいってよく言われる気がする、うんうんうん、そうですね。ちゃんだいなんかある、まあ、なんかつってもね、岐阜これはいいのか、あれだけちょっと聞いてみたい、うん、皆さん明大と聞いて何を思い浮かべますかっていう話です。私神奈川出身なんですけど、うん、明治大学かなって。うん、これ多分岐阜の人に聞いてみると、うん、多分 90% ぐらい名古屋大学のことを言うんですよ。あ、明大と聞けば名古屋大学、ね、人大と聞けば神戸大学、うんうん、あ、その変換はできないわ、うんうん、人大って聞くと多分この辺神奈川大学が出てくるんじゃないかなと。あ、そっか、うんうんうん、そう、私も完全に神奈川大学だよね。そっかそっかそっか。この町どこだっけ、埼玉に住んでたので、うん、ほとんどもう多分明大に行く人自体が少ない学校だったので、ああ、うん、本当に明大って言ったら明治、明治大学、明治でした。そうね、明駅って言ったら名古屋駅だし、へー、明駅、まあ確かにね、名古屋って言いづらいもんね、明駅、うん、なんかそんな感じでこう、うん、大学の略称さえも大学生だからさ、うん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 、そういう話をしてると、うん、まああるなと思って、うん、うん、そう、でも名古屋がね微妙に近いんだよ。それが微妙に近い、結局めちゃくちゃ遠いわけじゃなくて、どのぐらいかかるの、うちの市だと、うん、その駅で電車で30分ぐらいで行けちゃう。もう上、だから近いと言えるのでは、なんなら名古屋って言ってもいいんだよ。いや、それは本当か。いや、まあ、ちょっと今の思ったけど、まあね、そんぐらいこう、だからさ、上位来るホンダの話をしてたんだけど、じゃあ岐阜何があるかって言われて、岐阜のホームセンター、あれ、これもしかしてよその県に行っちゃうんじゃないかっていう、あ、アミューズメントパーク、そう、よその県の方がこう行きやすい気もするっていう風に感じた。そうそう、そっか、坂東市もチャリ移動しかないから、学生はもう鉄道ないからね。そう、鉄道ないからチャリか車か、そう、で言ったらバスが足になってるってわけでもないんだ。ない、うん、そう、一応ね、坂東市の中を走ってるバスはあるんだけど、うん、そんなに本数は多くない。なるほど、そう、隙間が乗る感じのものになってるんですね。まあ、みたいな、そんなところでも20年生きててきたわけですから、はい、いや、まあでも僕は厳密には坂東市に住んでたのは12年間なので、あ、まあ、でも10年以上、まあね、まあね、うん、ね、はい、いや、坂東好きですよ。そう、いいとこ自分の地元が一番ね、やっぱ、うん、ありますから、その愛着は、う、ね、うんうんうん、
やっぱ愛着を持っていこうよ。40位でも47位でも関係ねえと。ね。愛着持っていこうぜということですよ。そう。はい。です。はい、次。はい。THK Not フレッシュマンセミナーです。はい。Not って言われた。まあ僕らフレッシュマンじゃない。起きたもフレッシュなわけじゃないじゃん。うん、バレた。ノットかノットかって言ってる個性のも起きたも別にフレッシュじゃないから、ね。まあね、逆に言うだから言えてる部分もね。そうだからね。そうだね。うん、ブーメランなんで全部、はい。いいと思います。だから書けるんだよね、はいはい。そうですね。まあ、そんなわけで。はい。まあじゃあ。まだあるよ。残りのやつあるんだよね。そうなんだよね。あと3つ。3枚。あったんですよ。でもこれさ、引いていこうって言ってもさ、中身も俺ら知ってるじゃん。そうそうそう。そうだね。じゃあ待って、分かった、これさ見えちゃってもまた困るじゃん、うん、でも今さ、うん、あと3つあるのさ、コバルトについて、うん、ダイちゃんについて、うん、ラジガクの今までとこれからって全部こうしんみり深ひみたいな討論系でだから、うん、これはねちょっと私もシャッフルしますね。でちゃんと見えないように示すので1個やりましょうよ。やりますか。やりましょう。1分にしません。1個で1分で1分やってみます。ストンってまとめてください。2人でやるわけじゃないよ。そうなの。いやいやいや、お前今まで何回控えやってきてる。え、待って待って、控え室はパーソナリティはもうやってんだから終わった後やね。うん、控え室はリフレッシュ、リフレッシュですよ。技術側のこう私と小野町とかって話ですか、うん、いやそうでしょ、でしょ。他に選択肢ない。本当に他に選択肢ないから、まあ、大ちゃんについてとかやろうよなんなら。じゃあ俺らが取り上げられたくじ、俺らが引く、俺らが引いて、あ、そっかそっか、その出たテーマについて、じゃあ任せる、はい、私と小野町でラジ学の今までこれからとかさ。いいじゃんいいじゃんいいじゃん、面白そうじゃん。なんなら本編より面白い。若造が喋っていいのか。じゃあ絶対本編より面白い。じゃあ上中下で選んでください、どっちか。どうぞ。じゃあ中、はい、真ん中のコバルトについて。あー、いいですね。なるほど。それではコバルトについて、小林学類長について1分間でいいですか。じゃあ、はい、5秒前、はい、4、3、2、1、用意スタート。はい、ということで、まあ、ということで私とね、おもちゃ2人ともラジ局員で、コバルトはラジオ学類長、はいはい、お世話になってます。本当にお世話になってます。後輩からすればそうとしか言いようがないんで、はい、逆にじゃあ小野町から見て小林学類長はどんな感じの人ですか。どんな感じの人、ま、あ、そっか1分かこれ、うん、まずとっても優しい。あの、ね、どんなに できない後輩でもきちんと受け入れてくれるという器の大きい学類長だと思います。沖田さんは今まで、あの、どうですか。そう、なんかもうさ、今までずっとラジタンというか局配属してからずっとやってきて、はいはい、ラジ同期って4人しかいなかったから、ね、20秒前4人で一緒にいろいろ、もう完全に分担みたいになってるんだけど、はい、まあね、全体のバランスを結局取ってくれるのは今学類長になってる小林くんかなって思いますね。10、9、はい、まあね、もうすぐ私たち引退だけど、この新しい学類長と一緒にね、頑張ってくれたらいいなと思います。ありがとうございます。カンカン、おー、ぴったりね。ということで、はい、もう上げに上げたい。あーね、上げに上げたい。怖いね、なんかあんのかなと思っちゃう。何もないです。真っ先にね、マチコがとにかく優しいって言った時のね、あの、女の子が男の子の評判についてとにかく最初に、ね、とりあえず言っとけばいいみたいなね。とりあえず優しいって言っとけばいい。他に何もない時にそう、ね、とりあえず優しい子だよねっていうのが真っ先に感じられて、そんなことないです。ドンマイってドンマイ、そう、多分でも俺についてになっても多分第一声が優しいだったから、しょうがないよそれは。宿命だよ男の、そうね、そういうもんだと思います。しょうがないね、どうでもいい男たちの宿命なんだけど、かなと思いました。優しさを押していきたい。そんなね、年を取るとそんなひん曲がった考えにもなりますよ、ね、うん、ということで、はい、ノットフレッシュマンセミナーでした。はい、はい、というわけで尺だな、これが一番最後の企画ってことだよ俺が。尺だね。あ、じゃあちょうどいい。そういうことじゃないですか。なんかそういう、俺にとってこう、うん、ラジ学最後の企画が、うん、ノットフレッシュマンセミナーだったっていう事実がそうだね。元といえばね、このフレッシュマンセミナーの元ネタは大ちゃんが。あ、そうだね、そうでしたね。そうだよ、そうだそうだ、そんなこともあったわ。もともとこの企画のコンセプトは、レギュラー企画をこう出した時に出てきたのが、こんなね、まさかこんなに使われると思わない。なんならだってレギュラー企画でこれでやろうっていう何個か選んだ中には正直入ってなかったと、うん、はい、でもあってこうなんか臨時企画でピョンって出てからあれいいんじゃねってなったっていう、使い勝手いいぞ、謎の流れが出てきて、ね、ここまで来たけど、うん、まあ、今後も
本編のねフレッシュマンセミナーの方はいろんなこの話が聞けるから、そうだね、はい、今後もぜひ楽しみにしてください、はい、ということです。はい、はい、いや企画者の方の言葉でした、はいはい、でした。なんか最後の企画これでよかったかもね。あ、逆にね、うん、逆に俺だからと、うん、いうことですか。だって自分に返ってくるなと思わなくね、確かにそれは思わなかった、自分が構成書いてないまさかなと思ったけど、まさかこんなことになるとはと思いましたよ、ね、巡り合わせだ ね、はい、はい、そんな感じで、はい、もう完全に俺もうラジガクから出てけムードが出そんなことない、出てけなんて思ってないよ、しょうがない、まだね構成は書くんだもんね。そう、構成は一回実は書くんです、編集一回やるんです。それこそ私が多分最後のなるであろう回の構成を、その時の構成、うん、ただちょっとその時収録に入れないので、うん、そうね、諸事情がありまして、うん、で出れだからこう出れるのが、そうそうそう、多分出演というか控室も含めて、うん、あの僕の声がラジ学で聞けるのは最後みたいな、そんな偉いもんじゃないまだ進出あるかもしれないけどね、進出どうだろう、わかんないけど、ここまでやって進出出てきたら相当がめついけどまあね、そうなるかなと。今回のやつやる、はい、いやもういいですよくわかんなくなるからそれ、それ一番よくわかんない、はい、来週、うん、来週が斉藤と秋山ですね。斉藤秋山、なるほど、多分斉藤じゃねえ、あ、そうか、斉藤も最後になるかな、出るのかな、多分 ね、そのつもりでだと思う、多分斉藤は、まあまあ、うん、こうと思うので楽しい回になるかなと思います、うん、ね、まあ、秋山くんはもう九段のって感じのね、もう最近出てるので、そうだね、また中部茨城ペアだよ。あー、そっか、面白いね、その流れ、なんかこう面白い話が聞けるかなと思いますけど、うんうん、でリレートークが年を取ったと感じる瞬間はという、うん、じゃあ年、ね、技術人のお二人に何か聞いてみましょうか。私そうだ、考えてなかった、うん、さっき言ってたあれでいいじゃん、お店の、ああ、そうだね、うんと、お店の店員さんが年下だったりするようになったこと、そう、いや店員さんって今までずっと大人っていうか、あ、まあ、いても高校生大学生だし、うん、と思ってたのが気づいたらこうなんか男の子がバイトしてるみたいになってなんかこうもたもたしてるのとか見てもうんうん頑張れって思って高校生を眺めてる自分とかがいて大人の余裕あーってなるかな、ビビるよ ね、 なるほどね。おのまちは、あの漫画の登場人物が自分より年下って気づいたの。あ、それは気づいちゃダメね、はい、そうだ ね、 なるほどね、もうあの青春はもう二度と自分には味わえないものなんだって思うとすごいしんみりしますね。なんかよく漫画の主人公とかって高校生とかさ、うん、が多いけどさ、うんうんうん、気づいたらもうね下なんだよね。そう、確かに、うん、だって薬を飲まなくてもあの有名な高校生名探偵年下だからねあーそっか、そう、遥か年下になっちゃった。そうだね、そんなことですよ、ね、今日はお兄さんだと思ってたのに、怖いね、そうか、こうやって取ってくんだな年っていやそんな感じるまであの、うん、アニメとかが現役なのもすごいけどね。まあね、そう、まあね、ずっと変わらないで色あせずに、うん、こう心を掴んでくるのがやっぱ、うん、時代飛び越えちゃってるんだもんね。そうそうそう、すごいなっていうのはあります。確かに、うん、そうだね、逆に今からあれだけ長続きするコンテンツを生み出すのって難しそうだよなとか、ね、あ、うん、先人がいるとね、うん、あれに比べればってなっちゃうよねやっぱり、うん、ね、大変な世界だなと思います、うん、何の話をしてるんだかこれからの未来について、そうだ、ね、展望そうだね、はい、語ってるわけです、はい、まあ、というわけで、はい、18分も話してきてるわけですので、あらあら、そろそろおしまいになりますけど、ね、なんか言うことありますか。そうだね、大ちゃん特にないでしょ泣かないで泣かないでって言うとさ、泣いてるみたいなさ、そのずるいよこれ、だって映像見れないんだよ、視覚的効果何もないからさ、本当に泣いてるみたいになっちゃうよ、涙にミリも出てないから残念ですよ、逆に泣くべきだった、ここは申し訳なかった。そう、別に今から泣かないけどさ、うん、はい、そんな感じでこう、うん、まあ、やり残したことも特にないです、はい、うん、そか、今後もラジ学校よろしくお願いします。そうだ、ね、だけです、はい、はい、ありがとうございます、ね、はい、というわけで、はい、ここまでのお相手は THK3 年小林亮也と THK3 年の岩津大と THK3 年脇田萌香と THK2 年小野町子でした。それでは皆さん、さようなら、バイバイ。